こんにちは。久々の動画投稿ですけど、今日は突然自転車のパーツの話題です。このレイブマンっていうライト、これもともとこのサイコンを自転車に取り付けるところの間に挟んで取り付けられるライトなんですけど、これに、和風のサイコンをつけようとすると、別売りのオプションパーツが必要になるんですけど、それを使わずに取り付けできないかなと思って試した結果の、報告動画になります。まずこの和風のサイコンってガミのサイコンと、取り付けに関してどう違うのっていうところなんですけど、この後ろのここの、マウンターの形状が、形状こそ一緒なんですけど、向きが90度、違うんですよね。90度ずれてて、和風は横に差し込んで縦にすると固定。で、ガーミンは縦に差し込んで、横にすると固定っていう、その90度のずれがあって、で、このレイブ面のこの固定の部分、ここを見ると、ネジ穴が4つあって、で、これ、こうでもこうでもつけられるんで、これでどっちでもいけんじゃないのって思ったんですけど、和風のサイコンが、オプションパーツ必要なのって、ここの向きが原因じゃなくて、単純にこれ、ここが出っ張ってるんで、こうカチャってはめて、こうするときにここにぶつかるらしいんですよね。そこが干渉するんで、このままでは取り付け不可になっているみたいです。で、自分のこれは、和風エレメントロームで V2 っていう、比較的最近出た、このボタンの形状で多分分かる人は分かると思いますけど、最近出た新しい方、 USB の端子も USB-C になってるやつですね。これで、試してます。ちょっとそのエレメントボルトだとか、エレメントロームの1個前のやつとか、その辺りでここの形状がどのくらい違うのか分かんないんで、他だとこの技が使えないかもしれないんですけど、一応エレメントローム V2 だったら使えますよっていうところで、一応メーカーでオプションパーツを出しているけど、それを使わずにやるっていう裏技なので、自己責任で皆さんやってくださいね。これ真似するときは。で、簡単に言うと、ただこれを底上げすればいいだけなんですよね。もともとこんな風に、ちょっとだけ頭が出る状態。こうやるとほぼ出ないのか。この状態でカチャってはめてやると、ここがぶつかって、こんな風に傷ついちゃうというところなんですけど、ここ底上げしてあげれば、単純に物理的にここにクリアランスできんじゃないのみたいな風に思って、ちょっと今回工作をしようと思いました。で、使うのがこれです。ダイソーで売ってる、荷物とかを縛るゴム紐、これロットの違いなのか何なのか分かんないんですけど、こっちが、1ミリ厚さ1ミリのゴム紐で、こっちが厚さ2ミリのゴム紐で、今回使うのはこの2ミリの方ですね。厚さ2ミリのゴム紐があれば対応できます。で、これをこんな風に、私は切り出しました。これをここにはめていくんですけど、ちょっと片手だと難しいんで一回飛びます。ゴム紐を切り出した、細かいパーツというか、細かい部品をこんな風に敷きました。一応周りにぐるっと細長いのを敷いて、で、真ん中に、バッテンになるように、敷いてます。で、これ、もちろんこの
ボルトが入る穴の部分は、まあ、もちろん避けるんですけど、このなんかちょんちょんってなってるポッチの部分も避けないと多分ガタガタになると思うんで、いろいろ考えた結果こんな形になりました。で、ここにこれを取り付けていきます。はい、できました。こんな感じで完成です。ここにこれをちょっとはめて90度回してあげるとこんな風につきます。で、ちょっと画面上で動画の中で難しい、映すの難しいですけど、一応これクリアランスが、まあ、ある状態で、まあ、接してない感じになります。そんなガタガタもせずについてくれてるんで、このまま多分、まあ、走行しても問題ないかなと思ってます。まあ、こんな感じで、まあ、もし同じように和風の再婚使ってて、このレイブ面気になってる方で、このオプションパーツつかな買わないと絶対つかないのかなと思ってる人は、まあ、一応この動画参考にしてもらえるといいかなと思います。で、そんなの怖くてつけらんねえよっていう人はおとなしく、あのオプションのパーツ買ってもらって、そっち使った方が絶対安心して走れると思うんで、そっちおすすめします。で、車体に取り付けていこうと思います。こんな感じでつきました。これ、さっき取り付けて思ったのが、見えないかな。どっちも USB-C なんですけど、エレメントロームの方はカバーをこう開けるのに対して、ペインターはないかな、レイブ面の方はこっちに開くんですよね。暗いな。まあ同時にこれ充電することって多分ないと思うんで、まあ、そんなに気にするところじゃないんですけど、なんか統一感がちょっとないなっていう感じで、ほんのちょっとだけ残念に思いました。このライトの使用感的なところも簡単にレビューしようかなと思います。じゃあライトをつけようと思います。ちょっと今、完全にこう夜とかじゃなくて外明るいんでちょっと微妙ですけど、こんな感じで、まあ、デイライトみたいな感じで使うんであれば全然十分なんじゃないかなと思います。これを普通にこっちみたいなライトで使おうとすると、ちょっと光量物足りない気に物足りないような気もします。これはすごい対向車に迷惑な感じになりそうな光り方ですね。そんな感じでした。レビューっていうか、ちょっと光り方の確認っていうレベルでしたね。そんな感じで私は、和風エレメント、V2 にレイブ面つけて、これで今度走りに行ってみたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。